お前も知ってたんだよな、鶴野。こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ。堂島の。もうええ。そこまでや、上流。それ以上やったら、この船出られんようになる。何ボサッと突っ立ってんだ。親分の面倒を見てやれ。ダハ、ふざけんなこれ。お前生きて帰れると思うとんのか。なんや、聞き捨てなるの。上流は渡瀬組の客人やで。それを俺の前で殺すいうんか。自分とこの親父やられて引っ込んでられまへんわ。ああ、そしたら自分、西谷会長の言いつけに背くんか。ああ、さっき喧嘩の前に言われたやろが、お前ら全員手出すなってな。俺は間違いなく聞いたで。お前はどないや。そんなもん覚えとらんですわ。何威張っとるんやボケ。そんな鶏みたいな頭でよう俺に吠えたの。ニワトリ？そしたら何か？お前は会長の言いつけにも渡瀬組頭にも逆ろうて上流殺す言うんやな。他のもんもそうか？そうやったら言うてみ。やっぱりお前だけやないかい。お、ちょ、待ってくださいよ。ええやろ。うちを敵に回すんやったら覚悟せえよ。いずれ手打ちにするとしても、そん時はお前の首が最低条件や。それでもまだ俺に吠えるんやったら、大した度胸や。線香の一本でも上げて褒めたるわ。身の程わきまえるわ。すまへん。すまんかったな。もう行ってで、上流。西谷会長には俺からよう言うとく。上流、おかえり。なんや、大変そうやったな。みんなえらいこっちにらんできとんで。ああ、目合わせない方がいい。すぐに出してくれ。西谷が目覚ましたら面倒なことになる。あんた、どこ行っても楽しそうにやってるな。ほんま感心するわ。もしもし。俺です、鶴野です。今やっとこっちもキャッスルに出てきたとこで。そうか。西谷はどうなった？目探した途端まるで盛りがついた猫や。発情しきって下手したら俺もどうかされる思ったぐらいで、組の門に上流探して連れてこい言うてます。すぐ追ってがかかります。西谷自身は出てこねえんだ。横着しやがって。今の擬人会は他に島を持たん新しい形の組です。あの人を船から降ろすにはどうしたらええもんか。ならちょっと思いついたことがある。蒼天堀で会えるか。それとできるだけ金をかき集めて持ってきてくれ。現金で。できるだけと言いますと？500億とは言わねえよ。お前が一人で持ち歩ける程度でいい。明日までにご用意します。どちらへお持ちすれば？そうだな、毘沙門橋でいい。説明はそこです。わかりました。金ができ次第連絡します。ほな。
ああ。はあ。何？おい。違う。よろしくな。
おい、おい、ああ、なに？いや、せやな。えらいこっちゃ。おう、上流。バッチリ頼むで。
上流、おはようさん。あなあ、町出るんやったら気つけや。鬼人会がめっちゃあんたのこと探してるで。えらい剣幕や。へえ、そうだろうな。あんたってあんま目立ったらあかんのと違うけ。好きでこうなったわけじゃねえ。だがまあ、少しの間お騒がせする。は？どういうこと？任務上必要なことをするってことだ。やっぱりようわからん。あんな、ほんまに？いや。あんな？ああ、ちゃう。えらいこっちゃ。金が用意できました。これから美女門橋までお持ちします。ああ、俺もすぐに向かう。お待ちしております。Hmm.
おい。何？何？ああ。